皆さん、こんにちは。12月11日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。本日は12月11日の誕生花であるカランコエについて、その魅力を深く探ってみましょう。カランコエは、その美しさと多様な特性で知られています。今日はカランコエの花言葉、原産地、学術的な特徴、そしてその他の興味深い情報をご紹介します。カランコエの花言葉は、永遠の愛と幸せを呼ぶです。これらの花言葉は、カランコエが持つ鮮やかで、温かみのある花が、見る人々に永続する愛と幸福を感じさせることから来ています。特に永遠の愛は、カランコエが一年を通して、花を咲かせる能力に由来し、長期間にわたって、その美しさを保ち続けることを象徴しています。また、幸せを呼ぶは、その明るい色彩が、人々の心を明るくし、幸福感をもたらすことを表しています。原産地に関して、カランコエはマダガスカルが原産で、温暖な気候を好む植物です。この温暖な気候は、カランコエが育つのに、理想的な環境を提供し、そのために、カランコエは肉厚な葉を持ち、水分を効率的に保持する能力を発達させました。その原産地から、カランコエは世界中に広がり、様々な環境で育てられるようになりました。このように、カランコエはその花言葉と原産地から、その美しさと強さの両面を、私たちに示しています。カランコエの花は、長い間、私たちの生活を彩り、その永遠の愛と幸せを呼ぶのメッセージは、私たちに喜びと安らぎを提供してくれるでしょう。カランコエは、肉厚で水分を豊富に蓄える葉を持つことが特徴の多肉植物です。これらの葉は、乾燥した環境に対するカランコエの適応能力を示しており、水分を長期間保持することができます。そのため、カランコエは乾燥に強く、水やりの少ない環境でも生き延びることができます。さらに、カランコエは日照に応じて、花を咲かせる性質を持っています。この植物は明るい光を好み、十分な日光を得ることで、鮮やかでカラフルな花を咲かせます。その花は赤、ピンク、黄色、オレンジなど様々な色があり、長い期間楽しむことができます。このようにカランコエはその肉厚な葉と美しい花により、室内植物としての人気が高まっています。日照に応じて花を咲かせるこの特性は、カランコエを窓辺や明るい場所で育てることで、美しい花を最大限に楽しむことができることを意味しています。カランコエのこれらの学術的特徴は、自然界の多様性と適応能力の素晴らしさを私たちに教えてくれます。カランコエには赤、ピンク、黄色、オレンジなど多様な色の花を咲かせる品種が存在します。これらの花の色は明るく鮮やかで、室内や庭園を美しく彩ります。さらに、花の形状も品種によって異なり、一重咲きから八重咲きまで多種多様な形を楽しむことができます。これらの多様な品種は園芸愛好家にとって魅力的な選択肢となっています。個々の品種が持つ独特の特性は、植物を育てる楽しみをさらに豊かにします。例えば、小さな室内空間に合うコンパクトな品種から、大きな庭園向けの豪華な品種まで、様々なニーズに応えることができます。また、カランコエの品種改良は、継続的に行われており、新しい色や形の花が、定期的に市場に登場しています。これにより、園芸愛好家たちは、常に新しい発見を楽しむことができ、カランコエの栽培は絶えず新鮮な魅力を提供しています。このように、カランコエの多様な品種は、その美しさと個性で、私たちの生活に、色と喜びをもたらしてくれます。カランコエの品種の豊富さは、自然界の多様性と、想像力の素晴らしさを、私たちに示しています。カランコエは、室内で育てるのに理想的な植物です。この植物の最大の特徴は、比較的少ない手間で健康に育つことができる点にあります。カランコエの育成には、適度な水やりと十分な日照が必要です。水やりに関しては、カランコエは水分を葉に蓄える能力が高いため、土
地の表面が乾いたら、たっぷりと水を与える程度で十分です。過剰な水やりは、根腐れを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。また、カランコエは明るい日差しを好みますが、直射日光が強すぎると、葉が傷むことがあります。そのため、明るいが直射日光の当たらない場所での栽培が理想的です。窓辺など、明るくて通風の良い場所に置くことで、カランコエは健康に成長し、美しい花を咲かせます。カランコエのこのような室内栽培の適性は、忙しい日常生活の中でも、植物の美しさを楽しむことを可能にします。その育てやすさと美しい外見は、室内の環境を彩り、私たちに自然の美を身近に感じさせてくれるでしょう。一部のカランコエの種類は、伝統医学において、傷の治癒促進や抗炎症作用があるとされてきました。これは、カランコエの葉に含まれる化学成分が、肌の修復を助けたり、炎症を抑えたりする効果があるためです。特に、葉の絞り汁や抽出物は、切り傷や擦り傷、やけどなどの治療に使用されることがあります。また、カランコエは抗菌作用も持つとされ、感染を防ぐ助けになると考えられています。これらの特性は、カランコエを自然療法の一部として、重宝される理由です。伝統医学では、カランコエの葉を直接患部に適用するか、または葉を煎じて使用する方法が取られることがあります。このように、カランコエは薬用植物としての側面を持ち、その治療的な利用は、自然の植物が持つ、驚異的な治癒力を示しています。カランコエの医療的な価値は、その美しさとは異なる面で、私たちの生活に寄与しているのです。カランコエの花は、その長持ちする特性で知られています。多くの植物の花が、数日から数週間で散ってしまうのに対し、カランコエの花は、数週間から数ヶ月にわたって、鮮やかな姿を保ち続けます。この特性は、カランコエを室内装飾に理想的な植物にしています。この長持ちする特性の理由は、カランコエの生物学的な特性にあります。カランコエは、開花期間が長く、一度花が開くと、長い期間その美しさを維持することができます。さらに、カランコエは日照と水分のバランスに敏感であり、適切な環境が整えられれば、花はより長く持続します。このため、カランコエは室内での長期的な装飾に最適です。リビングルームのテーブル、オフィスのデスク、あるいは窓辺など、カランコエの鮮やかな花は、長期間にわたって、その場所を彩り続けます。また、この長持ちする特性は、カランコエをギフトとしても人気にしています。贈り物としてのカランコエは、長く楽しめる美しさを提供し、特別な思い出を長く保つことができます。このように、カランコエの花が長持ちする特性は、その美しさと実用性の両面で、私たちの生活に豊かな価値をもたらします。皆さん、カランコエについてのお話はいかがでしたでしょうか。この植物は、その魅力的な花、育てやすさ、そして多様な利用法で、多くの人々に愛されています。カランコエが持つ永遠の愛と幸せを呼ぶという花言葉は、私たちの日常に明るさと温かさをもたらしてくれるでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、皆様にとって、今日が素敵な一日になりますように、お祈りいたします。